今回の内容をまず最初にタモリさんのエピソードを紹介しましたけれども人見知りとかつい緊張してしまうとかそれらは悪いことでは決してないどころか芸能界で売れるためには必須なものなんだ。 なぜかといえば、つい相手のこと、例えば相手の目線が気になるとか、そういうのってあると思うんですよね。でそういうのは悪いことではなくて、とても良いことなんだ。だけども、ついそのあ他人の姿勢が気になって、こう考えすぎちゃったり、行動をしない。そこで終わらせるのではなくて、それをもう一歩先の行動に変えて、こういうことを言ったら、もっと と相手が喜ぶとかそういう風になっていくと相手を楽しませたり豊かにすることができるんだだからもう一歩先の行動をするかしないかこの違いが重要なんだっていうのは分かっていただけると思いますで同じようにオンというのも決して絶対 悪ではない歌が自称上手い人よりも下の存在欠点欠陥そんなことではないどころか超一流のレベルになるほどやっぱり悩む悩みっていうのは尽きないもう超一流の人の悩みってのは本当にもうどう解決していいかわからないぐらいの深刻な悩みってそういうふうになっていくだから悩めるっていうことは素晴らしいんだそれが才能の証なんだっていうこともお伝えしました。 ですが、その、悩めばいいっていう話じゃないっていうこともお伝えしましたよね。悩んでいる苦しい。だから OK ではなくって、それをすることによって行動してみる。もう一歩先の行動をしようと思うか思わないかで全てが変わってしまう。自分の可能性。 例えばそのつい緊張してしまうとか人見知りであるとかで音痴であるとか私なんか全部それ当てはまりますからねでそれに対してもうしょうがないよねっていうふうに諦めたり逃げたりするんではなくってそれを何とかしようっていうふうにして行動をするそして行動し続けるでそういう心の態度っていうのがあってでもねじゃあ何を行動すればいいのかわからないっていう方のためにいろんなことをこれからお伝えしていきたいっていうのはこの動画シリーズの まあ趣旨なわけですが、まあ、あのご理解をしていただけたでしょうか。 で既にあの質問をいただいてて例えばその歌が好きなんだけれども一日1時間以上歌っちゃいけないって言われるけれどもその理由は何でなんですかとかバンドをやってるんだけれどもそのバンド全体のリズムがなかなかうまくならないんだけどどうすればいいですかとかハモリの時にどうしてもつられてしまったりするのをどうすれば治りますかみたいな質問もいろいろいただいているのでそれらにまお答えしながらねあなたの例えばその自分の声の悩み歌の悩みに対して 対ししてて具体的にすぐこう実行できるようなアドバイスをこれからしていきたいといいとううふうに思っています。で動画の説明欄にあのアドレス書いてありますけれどもボイトレの無料サポートっていうのを行っていますので例えば何か質問したいとか相談したいっていうことがありましたらそちらから気軽にあの問い合わせていただければなというふうに思います。 あの例えばもうやる気が続かないんですけれどどうすればいいですかとかそういうのももうこうすればいいですよっていうそういう方法っていうのもあるんですね。でそれはもう本当にあに例えばその脳科学の方で証明されているような方法とかちゃんと根拠のあるものをお,お,お伝えしていきますからあのでそういうえ例えば頂い,いた質問とかだったらあの動画でねなるべく分かりやすくこうお伝えしていきたいというふうに思っております。 えじゃあこれまであの長い時間なってしまったと思うんですけども最後までご覧いただいてありがとうございましたで最後にもしよろしかったらあのチャンネル登録をしていただくとあの動画をアップした際に自動であのなんてアップデート通知っていうんですかあの連絡が行くようになると思いますんでよろしかったらチャンネル登録をしてくださいでは今回の動画はここまでとなります、えー、最後までご覧いただきありがとうございました